星田明剣宮は、大阪府片野市星田に鎮座する神社である。雨のみ主かぬしの大臣を主催神とし、高見結び大臣、神結びの大臣を祀る。祭神は、江戸時代までは、仏教では、北新明剣大菩薩、御明堂では、大乗神仙鎮託霊府神であるとされた。伊駒三景に残る数少ない岩座信仰の令状の、 一つである。伝承によれば、平安時代、佐賀天皇の後任年間に、弘法大使が片野に来た折、四死屈辻吉祥院の四子の岩屋に入り、秘宝を唱えられると、天井より、七葉の星が降り、三箇所に分かれて落ちた。このうちの一つがこの地という。後に、弘法大使がおかれ、大使自ら三、三甲清志正美の妙剣と称され、 北新明剣大秘菩薩、読集の例だけ、神仏の宝卓書店全身用語来会の名山、として祀られたと伝わる。平安時代には、上禅寺と称されており、河内長野の天野山金坊寺の古文書には、過剰元年9月23日、星田上禅寺と見える。また、東亜久田経図遠方6年には、うねめまで三大明剣の別当職にして国東明。 ささげげおやまもり、もりいたるゆこう糸口なりと記されており、応援9年生まれの、和田出雲安直、昭和安道、うねべ安国の三代にわたり、別当職であった。天文四年新名帳には、小松大名人と記されている。古くから、七夕祭祀が行われており、今日は元年に刊行された、河地名所杖には、妙剣ほこら妙剣山にあり、神からだ巨石山が、 かなえのごとく、きちて、丘のごとし。前に、石の鳥居、拝殿、玉垣、石段あり、土人、植樹石,石とも呼ぶ。とあるように、ご神体である岩倉は、植樹石,石とも呼ばれていた。また、江戸時代初期、貝原駅県の気候文、南遊ぶ気候にも、この谷の多くに、星の森有、星の社あり、その神は、県牛植樹なり。 とあるように七夕の神様としても知られていた。平成28年、星田明健宮が創建1200年を迎えたことを記念し、星田明健宮鎮座1200年奉祝大祭が開催された。7月23日、24日に開催された、同祭は市長等を招いた式典に加えて、宇治港をはじめとした地元の物産や舞台なども催された。外部からは、 水星創作家の木内鶴彦による講演会やスターダスト河内による演舞5月家一弱者中による河内温度の奉納などが執り行われた。ありがとうございます。